あ、紀平梨花ちゃん演技始まります。うん。あ、ちょっと待って。紀平梨花ちゃんの半実況解説しながら、ちょっといろいろ語ります。タイタニック。ここまで横井ゆはなちゃんが、トップです。178.73。うん。さあ、結構厳しい壁だけど、耐えたりにくいですね。どこまでできるかな？何のジャンプを選択するか。サルコーだな、最初は。トリプルサルコー、ダブルトーループ。トリプルサルコー、ダブルトーループ。はい、いい感じで決めました。トリプルサルコー、ダブルトーループ。まあ、サルコー2本、トーループ2本やってくる感じかな。どうでしょうかね。ループをトリプル飛べるかな。さあ、次のジャンプ。お、ダブルアクセル。ダブルアクセル、オイラーからダブルサルコー。うん。ダブルアクセル、オイラー、ダブルサルコーですね。はい。2ついい感じです。ちょっとタイタニックの船が、パニックを起こし始めとこ。トリプルループいっか。よし、お、トリプルループだ。あー、トリプルループの後ちょっとね、まあトリプルループは決まったんだけど、スケーティングのとこでオッとなったけど大丈夫だ。トリプルループ入った。すごく良かった。加点も1点ぐらいついてるよ。次何？トリプルトーループ、いけ。トリプルトー決めたね。おお、全部トリプル入ったか。でもいい感じですね。前半サルコートリプル入って、ダブルアクセル、ダブルサルコー、トリプルループ、トリプルループ、そしてトリプルトー。ね、ここまででもうだいぶ進化してますね。フライングシットスピン。これ一応カウンターではレベル3になってますけど、ちょっとわかりませんね。もう一回見よう、後で。よいしょ。後半3つのジャンプ、何を選択するかな。サルコー、トーループ。サルコーかな。あ、フリップ。トーループか。トリプルトーループ、ダブルトーループ。いいですね。トリプルトーループ、ダブルトーループですね。一瞬フリップかと思った。加点も0.6ついてる。ほぼ全部加点。ダブルアクセルか。ダブルアクセル。おお、きれいきれいきれい。ほんときれいになってきた、ジャンプが。もうほんとジャンプが、軸が良くなってきましたね。うん。ダブルアクセルも0.7点の加点だ。サルコトリプル？おお、いったー！トリプルサルコー！ トリプルサルコー、あ、いや、なんで、コンビネーションスピンか。おお、全部ジャンプ降りたね。うん。コンビネーションも全部入りました。素晴らしい。3連続も入ったし、オイラーからね。うん。お、見事じゃないですか。素晴らしいじゃないですか。今のコンビネーションスピンもレベル4かな。うん、コンビネーションスピンレベル4だね。すごい、ほんとすごい。ジャンプは全部入ったし。コレオシークエン、あ、ステップシークエンスかな、これは。うん。あ、コレオシークエンスか。コレオシークエンスは先ですね。お、いいですね。このエッジワークいいですね。体力もかなりありますね、やっぱ。うん。力強いエッジワーク、正確なエッジワークですね。ほんと上品だと思います。ほんと上品ですね、彼女の滑りは。ステップシークエンスも。レブル3か。レイバックスピン、頑張れ。おお、素晴らしい。ガッツポーズ出たね。よかったね。ここまでの戦いは今、横井ゆはなちゃんがトップで、いい演技してトップなんですけど、
上回ってくる可能性ありますね。うん、素晴らしかった。いやー、正直ここまでできると思ってなかったです。うん、お見事でしたね。もう全部ジャンプは決まった。うん、まあ、トリプルサルコーが、ダブルトーのコンビネーションを、まず2つ目最初決めた。で、ダブルアクセル、ダブルサルコー。まあ、これが 3連続ですよね。うん、そして、トリプルループ。そしてトリプルトーループ。これが前半の4つのジャンプですね。で、その後はフライングシットスピン。スピンはもう全て良かったと思います。最後のレイバックスピンなりちょっとスピードは遅かったかもしれませんけど、でも良かったですね。トリプルサルコー、ダブルトーも非常に幅と流れがあったかなと思いますね、最初。で、トリプルトーループ、ダブルトーループ。これ後半のジャンプですけど、非常に良かったし、それからダブルアクセルも良かった。トリプルサルコーも良かったんで、ジャンプ素晴らしく降りてきたなと思います。もうトリプルループが本当素晴らしいですね。うん。これだ、トリプルループ。うわ、素晴らしい、本当すごい。オータメン危なかったですよ。ちょっとオータメンって言いますよ。トリプルループの後ね。トリプルトーも本当に完璧ですね。もうジャンプはもう完璧。うん。素晴らしいですね、本当に。まあ、これでフリップ、ルッツなんかどっちかできたらいいですね。うん。できそうな気がするな、なんか。いやー、素晴らしいですね、本当にね。うん。まあでも、横井さんはトリプルフリップが一つダブルフリップになったけど、まあ、ルッツを持ってますし、フリップもやってるんで、まあ、3回転、3回転もやってますからね。でも、速報値見ると、木平さん59点なんですよ、今ね。で、PCS が横井さんが62点、1点だったかなと思うので、どうでしょうかね、どっちが上に行くか。木平さんか、横井さんか、どっちかです。はい。どうなりますか。何点これ。おお、65点 PCS。ちょっとメモる、メモる、メモる、メモる。すごい、すごい。おお、すごい。テクニカルエレメンツ、59.64。まあ、これはいいとして、いいとしてはすごいですよ。これもかなり成長してますよ。うん。で、プログラムコンポーネンツが 65.42 ですね。PCS やばくないですか ?65.42 ですよ。ほら。うん。で、総合得点125点台。うん。ずいぶん進化しましたね。この、短期間というか。うん。で、総合得点180点だ。すごいですね。184.33。うん。これやばくないですか?やばくないですか?トリプルトーとサルコーだけで。うん。しかもショートミスして。で、それで180点だよ。うん。すごいっすよ。本当に。うん。これ、トリプルフリップルーツとかあんまやってないですからね。うん。やばいっすね。はい。おー、おめでとう。リカさん、おめでとう。素晴らしかったです。はい。いやもうちょっとね、また演技もう一回見たいんで、ね、ちょっとあれですけどね、うん、堪能していきたいですね。いやもう滑りがもう一つ一つ丁寧だな、本当に。うん。上品だし、うん、上品な滑り。うん。高級品見てるような感じがしますね。本当ね。もういつも言いますけどね。うん。まあ、本当に素晴らしいな。もう一回表情見よう。ね、うん、まあテニスでやった後もなんかうんって感じだから、すごい爆発的に喜ぶってわけじゃないけど、おおすごいって感じですね。いやー、点数戻してきましたね。うん、いい感じで怪我も治って表情もいいし、今本当に充実した練習ができてんのかな。うん、はい、ありがとうございます。次ニーナ・ペテロティナさんですけどね。うん、ではね、ありがとうございます。こんな感じでした。バイバーイ。